美味しいカレーを求めて、東京都八王子市、古民家欧風カレー。京王八王子駅からは、浅川の方にね向けて浅川沿いを歩いて、それで柿の木テラスに行きます。八王子駅からはね U ロードを通って、柿の木テラスに行きます。はい、京王線のね京王八王子駅に到着しました。これでね改札を抜けますよ。はい、ダディで、1たす1が3になるカツカレーをね、食べに行きます。浅川沿いをね歩いて、柿の木テラスに向かいます。これちょうどねあの堤防が見えますね。河川敷を、行こうと思います。人だかりが見えます。で多分人だかりのところが柿の木テラスなんだと思います。お、ちょうどねこの右側の建物が柿の木テラスになってます。で柿の木テラスのねおしゃれな、マークとあとメニュー表ですね。でまさに古民家のね、門構えになってますね。楽しみですね。はい、中に入ったらね、待ちましたよ。1時間ほど待ちました。で美味しいねカレーを食べられると思ったら待てますね。待ってる間もね美味しいカレーの匂いがするんで、これはもう間違いないって思いましたよ。で早速呼ばれたので中に入ります。初柿の木テラスです。テーブル席に座りました。まさに古民家のお店です。柱にね頭をぶつけました。ワクワクドキドキしますね。はい、早速ねアイスコーヒーが届きました。まあ私は食前に頼む派です。奥で飲んでるお嬢さんはグレープフルーツジュースです。はい、冗談を言っていたらね来ましたよ。はい、米沢豚カツカレーですね。すごいねでかいんですよ。 300g のご飯と辛口のカレーです。パン粉がすごいしっかりしてます。で手のひらサイズどころじゃありません。次はね柿の木テラスのアボガドシュリンプカレーです。アボガドがねお腹に優しそうですよね。アボガドはねトロトロしててシュリンプはプリプリしてます。はい、次はねお子様カレーですね。お子様カレーはねすごいいいですよ。ハンバーグ、エビフライ、フライドポテトを最後にバニラアイス。はい、全部ねいただいちゃいました。美味しかったです。で次はね八王子国の人が食べていた、沖縄県産黒糖バナナケーキをペロります。ミントはね横に飾っておきます。でバナナケーキをホイップにつけて食べるとすごい美味しい。煉獄さんみたいにうまいうまいって言って食べちゃいますね。これね黒糖とバナナのハーモニーがとっても美味しいですよ。大切なことなので3回食べます。あ、妻にあげるの忘れてた。ごちそうさまでした。食べちゃいました。ごめんなさい。後でね妻に怒られました。はい、ではお店をね後にします。お店を出てみるとね、ああここ八王子だったんだって思い出すぐらい居心地がすごい良かったですね。ほんとね 1+1 が3になるぐらい美味しいカレー、ごちそうさまでした。これはまた来たいお店ですね。今度はね JR 八王子駅の方に向かって歩いていきます。八王子の U ロードを通って八王子駅前です。はい、JR のね八王子駅の中央線のホームに来ました。これで帰りたいと思います。あ、遠くからね E233 がやってきましたね。ちょうどここのホームは12両入るから特急あずさ止まりますもんね。だからねホームはもう工事しなくていいんですね。カレーね本当美味しかったですよ。あの辛口なのに、あの後味すっきりの辛口で口の中がねヒリヒリしないんですよ。だからねここまで来ても口の中がさっぱり、あのカレーを美味しかったなって思い出すようなあの感じのカレーでしたね。ということでご視聴ありがとうございました。